異様な空気まとってると思う。お中に注目でいきましょう、はい、おーきます、ほら はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがひらりひらりと舞うように岡さんです。平岡平岡さんだ、アゲハチョー、すいません平岡ね。あ、そうだ、ひらりひらりと舞い踊るように。違うんだ。違うよ、世界中にあれを見た。何それ、どれ夢で会えばまた会えるみたいな。なんかそんな歌詞やっけどんな感じだったっけ。まあ確かにな、綺麗やけどす。いやいや、すごポジティブ返しね。うん、超ね、胡蝶しのぶが好きで。あ、でもそういうこと。いや違いますよ、そういう面で見たの。いや違いますよ、戯れ。いや、おい胡蝶しのぶおざなりにやんないでもらっていいですか戯れ本当に。平岡さん、はい、一緒に伝説作っていこう。あーっとー、よし。いや、ちょっとやめてくださいよ、ヒーローが登場した時みたいな声出して。いや、そんな感じで聞こえてないよ。やっぱ俺のこと好きやな。いやいや違いますよはい、ということで、はい、今日も八幡さんの平岡の友達と一緒にやっていこうと思うんですけど、八幡基準で考えない。すいませんなんでベース八幡で考えてる。すいません、さっきまで八幡さんと撮影してたのもあるんで。そうやな、一応、うん、今日の朝までやってたんで。朝までですよね。はい、ちょっとすいません、八幡さんの名残があって。あ、すいません。あの、八幡さんが気になった方はぜひ概要欄から、あの、八幡さんのチャンネルもあるんで、そちら飛んでみてください。お願いします。はい、ということで、はい、平岡さんと、今日も一緒にやっていくんですけど、はい、何だと思います。まあでもこのね、こちらということは、はい、まあ、クワガタじゃないですか。クワガタですね、この部屋はクワガタでやれること、うん、はい、そうなってくると、おクワガタ相撲かな。いや、クワガタ相撲以外もあるだろう、チャンネル的にもあんまないし。あんまやってない、はい。やったことはあるからな。そうですね、なんとも言い難いけど、はい、視聴者の方が盛り上がってくれたから今回は多めにやったけど、はい、今年は。ああ、そうですよね、はいはい、基本はやらないですから。まあそうやな、はい、僕のクワガタカブトムシじゃないんだから。アドバンス、ゲームボーイアドバンスの。知らんねんて、あの、夏休みにおばあちゃん家に行って、あの、伝説のクワガタが捕まえられると言われる場所の夏休みの最終日にクワガタ相撲の大会があるから、それに出ていこうっていう、あのストーリー。なんか一応幻枠、はい、グラント白カブトやったやつね。あ、いやいや、まあ、最初ね、最後、最初ね、はいはい、ヘラクレスも、ヘラクレスパターンとオークワパターンもある。あ、そうなんや、はい、あとね、幼馴染が絶対家の前に毎朝毎晩いてくれるね。いや最高ね、はい、あの、学校の先生と仲良くなった学校の先生しか知らないライトトラップのスポットを教えてくれる。ミニゲームやらなあかんけどないや、あれじゃないですか。あれじゃないの、はい、在割り。おう、ということは卵。お、残念、卵じゃないです。あ、幼虫の割り出しです。幼虫割り出し、はい、でした。全然違いました。めっちゃニアピンやわいや、めっちゃニアピンって、ニアニアピンじゃないですか。そう、ニアニアピンやった。いやいや、在割りですね。在割り、久しぶりのやつです。久しぶりのやつ、はい。何だったら嬉しいですか、ちなみに。いや、でもちょっとでかいやつとかかな。お、大きい系とか、はいはいはい、がいいな。でも何が財に産むかとか俺知らんねん。まあまあ、じゃあもう、でも全然希望通りの生態になると思います。ウエストウッディ。残念勘弁してください。全然ならへんやん。勘弁してください。スマトラとかは。ああ、勘弁してください。あ、すいません。あ、素晴らしい、サランドゥス大津屋クワガタです。言ってないな。ごまかし効かんかな、これは。厳しそう。サランドゥスね。残念。いや、違うの、レギウス大津屋クワガタです。あー、レギウスか。まあ、両方ともね、綺麗なあれ。はい、そうですね。レギウスですか。レギウスです。いや、いいね。はい。めっちゃいいや。いや、もう久しぶりにちょっとやろうかなと、はい、結構動画外に回っちゃってたんで、はい、うん、タイミング的に、まあ、久しぶりにやっといた方がいいかなと、はい、思いますんで、ちょっと出しましょうか、今回のやつ。はい、今回のやつこちらです。はい、逆逆逆やって。逆でした、うん、こっちに出しちゃったんですけど、はい、そこばっかりは誠に申し訳ないなと思う所存でもあったりする可能性もあるでございますが。いや、いろいろごちゃごちゃしてる、はい、これに、材が入ってます。はい、この産卵セットに関しては、はい、霊視材を使った産卵セットって感じです。はい、で、
電子材を定期的に取り出して、うん、この中で保管してたって感じです、幼虫になるまで、はいはい、なるほどなるほど、はい、で結構時間経ってるんで、これ2本入ってるんですけど、うん、はい、2本目に関しては結構時間経ってて3ヶ月ぐらい経ってるんで、しっかりとした幼虫、うん、幼虫ちょっと遅かったぐらいですかね。そうだからまあ数がどれぐらいになるかは分かんないですけど、今回は冷水剤パターンのやつで、はい、行こうと思いまして、これをの生態の方に関しては、はい、赤目の赤系のレギウスっていう、すごい限りなく赤に近づこうとしてるレギウスがいるんですけど、かっこいいね、はい、それもまあ購入紹介の動画で上げてるんで、はい、ぜひ過去動画も遡って見てほしいんですけど、ぜひぜひお願いします、はい、それがねとりあえず初になるんで、ようやく念願の購入になったんで、うん、そこから、まあ、まあ多少でも幼虫いてくれたら嬉しいな、いやそうやね、状態になるんで、はい、ちょっとおならみたいなジーパンの音しましたよね確かにこれねやめてくださいよたまたまね、はい、たまたまやか、あたまたまですか、たまたまですか、はい、イントネーションがそうすいません、おやめろよ、見ちゃうやんかその話はなしでお願いします。あたまたまからね、はい、そっちのたまたまだから、はい、すいません、 OK ですよね、お邪魔しました、はい、まあ、とりあえず幼虫、まあ、類代できるぐらいいてくれたら嬉しいって感じですね。はい、そうだね、でメスもまだ一応産卵セット組んでて、うん、まあ産みそうな意欲はあるんで、ほうほう、うん、まあ、ここである程度取れたら心に余裕ができるな、まあ、目標としては感じになるんで、うん、まあ、目標は5億です、ね、うん、5億は無理、いやちょっと現実見ようよそろそろいややめてくださいよ、毎回、え、このチャンネル現実見れると思います？現実見れてるやん、こんなやつが、だってちょっと前に撮った動画では、まあ、やめろみんなまでは言わへんわ、はい、いや言ってたけどな大声で書き消したけどだからまあ、はい、そう、うん、リアルなね目標言うよ、そうですね、うん、まあ2本あるんで、うん、2本あるんですね、6、現実的、かなり、はい、かなり33で、33で、はい、6とりあえずいてくれれば、はい、うん、類代はできるんで、はいはいはい、って感じでいこうかなと思います、いきましょうか、はい、じゃあもうこれで、はい、早速もう中がね結構異様な空気まとってると思う、お中に注目でいきましょう、はい、こちらです、はい、おお、すごい、ちょっと小映えが湧いちゃってますけど、小映えは湧いちゃってますが、はい、もうなんかもろもろしてね、そうですね、だから崩れてきてるから幼虫はいるんじゃないかなと、かなり、まあ、食い荒らされてる感じの、うん、そうですね、で3ヶ月経ってるんで、ああ幼虫になって1ヶ月ぐらい経ってる子もいるはずなんで、はいはい、これぐらいになってもおかしくないですね、1本目は、なるほどね、うん、まあ、数がどんぐらいになるかわかんないですけど、うん、もしかしてこっちに移動してくれてたりしたらいいですけどね、なるほどなるほど、期待できるんじゃないですか、とりあえず幼虫は、まあ、いそうな感じはあるね、うん、だからもうこの違いもね伝わるかなと思うんですけど、もうこれ掘り返していく前にちょっと青くならさせていただこうと思います、はい、はい、宇宙天地よがり教幸福群馬強来諸行、我が左手に込められし青き魂を今こそ目を覚ます時だ、ふっ、はい、いい、逆、すいません逆になっちゃいました、何やね、あの、はい、魔術みたいな詠唱するやつ、はい、すいません、なんだ、何病なん、いや何秒とかじゃなくて毎秒毎秒、はい、毎秒、はい、1秒ごと1秒1秒生きていくんで、ーヌーベみたいになっちゃいましたけど、わヌーベやったな完全に、はい、ちょっと青くならさせていただきました、はい、はい、見やすいようにこれが1本目と2本目っていうのを分けたいな、こっちが1本目、はい、まあ、もう完全に1本目はもう中がスカスカというかさ、そうですね、もうほらほら、うん、だからちょっと出てきたりしてるんじゃないかな幼虫、なんかそんな感じするね、はい、なんか見えてもおかしくなさそうですね、そうですね、このここが境目で、はいはい、もう右と左、ね、はい、1ヶ月の違いでこんな感じになるんで、ビフォーアフターといいますか、おすごいね、はい、はいはいはい、まあ、だからこっちは幼虫とりあえずいそう、いそうだよね、はい、こっちはまだ分かんないわからないですね、はい、でもなんか、うん、そうですね、だから期待はできるんじゃないかな、いやいいね、うん、いい感じです、はい、ちょっとやっていきましょう、いきましょう、はい、とりあえず取り出しますか、いきましょうか、はい、こっちがどうなってるのかね、どんな感じになってるの、うん、あ、じゃあせっかくならこっちから行こうかな、なるほど、うん、こっちがずれてるのと比較もしたいんでね、こっちがだから10月、はい、まあ中旬あたりに取り出したやつですね、だから1ヶ月半と1ヶ月半ぐらいなんで、まあ幼虫にはなってるかなと思うんですけど、はい、で、ここからメスを取り出して、うんうん、とりあえずこっちに放置してたって感じです、はい、さあ行きましょう、とりあえずナイフで、さあ、まあでもこれ手で剥けるかな、皮柔らかい、はい、まず皮を剥いていきます、はい、やっぱ割りにくいんで、あるとな、はい、
おお。あ、なんかどんな感じ、あんま良くない菌が付着してますけど。あ、そうなんや。黄色いタイプのは。あ、そうなん。そうなんですよ。どうだ、なんか思ってたよりだな。なんかね、もっとバッと見えるかなと思うんだけど、うん、いきます。食ってる感じがしないな。うわー、なんかない食感みたいな。ちょっとおかす、完全にやられてますね、黄色いやつに。あー、中まで全体がいかれてんじゃん。なんか粘菌みたいなのがあるんですけど、うん、その菌が中まで染み込んじゃってる感じですね。それってもう幼虫にとってもやっぱ害ない。やっぱまああんまり良くないとはされてるみたいです。なんかいなさそうだな。そうですね。まあでもそもそも産んでなさそうな気するな。そもそも産んでなさそうですね。すごいですね、この黄色い感じ。普段割ってる材と比較してほしいですね。確かにね、うん、もう完全に黄色くなってる。あ、いました。おー、いたー。よかった。どこから出てきた今。完全に黄色くなってる。あ、いました。おー、いたー。よかった。こっから、ここに一匹いました。あ、よかったよかった。すごい、めっちゃ生命力のある。移動したのかな、もしかしたらもう一個の可能性もあるかもしれないですね。サイズ感的にも結構立派なので。いや、とりあえずよかった。いや、よかったよかった。いや、ありがとうございます。いや、ありがとう、本当に。ちょっとね、やっぱボテッとした感じの幼虫なんですよね、はい、タランドゥス・レギウスは。あ、そうなんや、はい、もうしっかりしてるもんな、はい、体が素晴らしい。とりあえず1匹この100均のケースに入れてきます。はい、はい、あとは何匹、そうやね、なるかですね。まあ、もう1匹いてもおかしくないよ、1いれば。まあそうですね、2、3。でもまあこの材も柔らかいからチェックもしやすいですね。確かにね。でも食ってる感じじゃないから流れてきた気するな。なんかそうやな、はい、引っ越してきた感じ。まあでもこんな感じ、まあいわゆる材が残ってますね、はい、結構。だからもうこっちで結構あっという間かもしれない。だから、はい、こちら、はい、すごいな。こっちはなんか全然雰囲気が違うな。いや、全然違いますね。だからしっかり、うん、だから逆にこの黄色いやつが隣にいて、うん、逆に危なかったっていうのはあるかもしれない。なるほどね。こっちにまで流れてくる可能性あるかもしれないんで、はい、さあ、これがだから材がどうなってるか。もう、ほら、うわ、もう材というか、もうな、木くずですね、完全に。はい、来ます、ほら。わ、あ、いますね。いるいる。あ、いるわ。すごくないですか、この感じ。すごいすごい。もうほら、もう土ですね、もうマットやな。素晴らしい、ね、おー、ね、足いっぱい動かして。素晴らしいですね。2匹います。こちらにもいましたね。素晴らしい、すごい、いいね、いいね。おお、結構いる、結構いる、結構いる。いや、よかった。よかったです。よかった、よかった。こっちはやっぱよかったんやな。そうですね。だから一回、がっつり産んでくれて、うん、で、餌あげずに2本目に入れたんで、はいはい、ちょっと餌欲しくて、もう、すっと出てきちゃってたのかもしれないですね。なるほどね。うん、だから、産まずに一回餌補給して、みたいな。もうマットやもん。いや、これすごくないですか。すごいすごい。幼虫がいるいないでこんなに変わっちゃうというか。確かにな、はい、生命の力なんやな。そうですね、これがこれがやっぱ自然界に必要な分解者ですね、完全に。そうやな、あっという間ですよ。いや、確かに一瞬やな、信じられないぐらい。材割って俺なんか大変なイメージやったよね、はい、これが楽で僕は好きなんですよね。確かにすごく楽だな、はい、ここまで来てたら。そう、ただもしかしたら星になっちゃってることかも出てくるかもしれなかったりするから、あ、まあ、救えた命があったかもしれない、うん、そう、難しいとこですけどね。まあそうやな、そこはなんとも言えないね、はい、いやでもだからもうあっという間に終了で。いや、すごいすごい。ここ一応、あ、確かに破片もあるんで、これひっくり返してみましょうか。そうや、あ、いますね。え、あ、ほんと、いるいるいる、うん、確かにここにもまだいるかもしれないね。ちょっととりあえず取ります、はい、さあ、あと1匹ぐらいいてくんないかな。うわ、すごいな、これ。すごいですね、マジで。完全に分解してるもんね、はい、1本目と全然違うでしょ。いや、違うな。これがすごいですね、やっぱこう生きてるのを実感しますよね。いや、そうだね、中が。でもまあひっくり返して1匹って感じですね、うん、そうや、結構いたんじゃない。目標はね、はい、5億やったんで。そっちにするんかい。6ね。6、はい、いけたかな。いや、どうですかね。うん、まだ分かんないとこありますけど、いけたと思います。
いやどうやろ、うん、怪しいか、怪しい気するな。うん、どうだろう。いやこの回もやばいって。いやでもいけたんじゃない、そのインパクトがすごかったからね、その1本目にまず1匹いてくれたのは、とりあえず多分流れてきた感じですよ、もう餌がなくて、うん、隣になんか食えそうなアンジャンで来た感じでした ね幼虫のサイズ感的に、はい、でもまあ1ヶ月あれば、うん、1、2ヶ月あればもうあの量の幼虫で、うん、一つの財もう財はもうボロボロになるっていう感じなんで、それは分かったね、うん、いやすごいですね、いやすごいわ、やっぱあんだけ食って、はい、あーも違うよね、いやそうですね、うん、幼虫がいるいないで、うん、やっぱ環境が、うん、幼虫がだから分解してくれるからこそ、うん、そういったいろんな菌にまかれにくい可能性もあるかもしれないし、そのバクテリアとかの分解によってとかあるかもしれないから、はいはいはい、やっぱ生命の神秘を感じました。いやもうこうやって、うん、まあ本当自然っていうのはこう、まあ、回ってるんだな。そうですね、うん、いやだからもうそこを改めて感じれたいい機会になったんで、いや数々幼虫の、すいません、うん、忘れてた、うん、なんか話、はい、終わりに向かってたけど、ほっとして、うん、早めに終わらそうと思っちゃってたんですけど、言わないとですね、さすがに、さすがにね、手応えあったよ、手応えある雑談ですもんね、これはね、うん、完全に声色だけ上ずって中身が薄いやつ、完全に薄かった、はい。はい、結果、はい、目標6、結果は、結果8等です。おー、いいね、よかったよかった、目標をね、はい、上回ってきました。とりあえず行ってくれてよかったですね。いや、よかったですね、うん、元気そうでね、はい、とりあえず一本目に産んでくれてたんで、うん、まあ、こっから今産卵セットまた組み直してるんで、うん、で、一回、まあ、しっかり餌食べる期間とかも設けて、はい、オスとも一回同居させて組み直してるんで、うんうん、また蜂とか取れたら嬉しいですね。いや、いいね、産卵セットで。そうなればね、うん、いやでも十分取れました、よかったです。いやこれがその普通のレギュースとはちょっと違うの、赤ですね、赤っぽい、それはそれで楽しみやな、はい、それがなんかだからさらにこう赤っぽくなってくる子もいるかもしれないし、中にはね、はいはい、もちろんちょっと黒に寄ってる子もいるかもしれないし、うんうん、っていうのもあるんで、まあそこの部分でいうと幼虫ある程度いた方がそこの個体差みたいなのを楽しめると思うんで、いつ頃になってくるのこれが。でも意外とそのなんか多分サイズとか出すってなったらじっくり育てないとっていうのであるかもしれないですけど、うん、やっぱ大きくなる子は90余裕で超えるんで、でかいよね、でかいっす、あ90で、はい、いや化け物ですよ、それの赤とかやったらめっちゃかっこいいですね、はい、だから僕タランドスの90ミリは見たことないですけど、87とかが多分マックスで、88とかレギュースの方がやっぱでかくなるよ、タランドスよりどうだろう、でも、まあ、レギウスの方が多少大きかった気がします、へ、うん、タランドスもでかいですけどね、まあごついよね、はい、迫力もあるこの顎の感じもあるし、あそうです、そうです、だからほんとリモコンみたいというか、いや例えば悪いやそのすごい迫力のあるかっこいいリモコン、はい、サイズ感がなんかリモコンみたいな迫力あるんで、はい、でも取れてよかったです、まあ、サイクルはだから大きい子とかは、うん、もうちょっとかかるんでしょうけど、早いとほんと半年とかで浮かしてきたりとかするんで、あー結構じゃあ早いな、はい、だからこう取り出してから半年、はいはい、だからトータル8ヶ月とか、へー、早いと半年ぐらいで浮かしてくるから2022年の夏ぐらいには、はい、浮かしてくると思うので楽しみにしてて、いやーいいですね、うん、それはぜひ見たいです、ちょっとせっかくなんで禁止瓶にも入れましょうか、はいはいはい、はい、まあ、8頭ですしね、そうですね、はい、だからこれ1回形します、はい、いきます、せーの、はいはい、念のため1時間にしときます、万が一いたら、はい、ね、もう一度直に多分動画外でひっくり返して、はい、そこでいなかったら捨て土用の袋みたいなまとめて、はい、冷凍処理して処分するって感じになりますんで、はい、じゃあちょっと禁止瓶出しましょう、はい、禁止瓶こちらです、はい、はい、出ました、はい、こちら瓦禁止瓶で、はい、まあやっぱレギウスタランドゥスとか、まあ、黄金鬼とか、うん、一定表のある瓦禁止瓶ちょっと活かしてもらおうと思います。これ結構ね、時期経ってて、1ヶ月半ぐらい経ってるんで、わあ、なんかしっかり、そう、ちょっとキノコも、うん、しっかりそう、硬いんですよこの瓦って、硬いね、でもまあなんか思いのほか劣化はしてなさそうで一安心ですね。そうとはいえ禁止瓶、瓦禁止も買えるとき買っとかないと。はい、欲しい時にないっていうパターンもあるんで、なるほどね、そう買う量もちょっと難しいですね、確かにな、でも足りないよりはいいよな、まあそうですね、うん、
その出費がかさむ可能性はあるけど、だからまあ僕もその劣化しにくいように冷蔵庫も買ったんで。なるほどね、はい、でこう幼虫を1匹ポンと、はい、おお収まりました、はい、いいね。これでまあ 2ヶ月半とかかな、うん、に1回ぐらい変えてあげる、変えるみたいな感じの方がいいかもしれない、イメージは。なるほど。意外と大きくなってからの食うスペース、動くペース早くなるんで、はい、イメージ的に大きくなっていくやもんな。そうですね。それでいうとちょっと早、気持ち早めの方がいい印象の種類ではありますね、はいはい、これをもうバンバンやっていくんで、いきましょう、はい、お、これは綺麗、禁止瓶も差が出るんで。そうやな。あと7か。まだもう同じ容量ですね。これとかちょっと怖いですけどね、劣化してますよね。確かに、はい、まあでも一旦入れましょう。全然ちゃうな、はい、ここの2つちょっと怖いですね。だからちょっと気持ち、なんか次の禁止用意できたらすぐ交換してあげた方がいいかもしれない、うんうんうん、なんでこんなに黒ずんでんの。まあ劣化で腐ってるみたいなこと。腐ってるってか、なんかなんなんですかね、僕もよく分かってないですけど、黒い、うん、黒カビみたいな。まあでもここに入れてても、まあ育つ子は育つんですけど、うん、この白カビとかもね、こっち白カビ青カビも厄介ですね。すごいな、なんかカビって、はい、育たないことはないですけど、うん、ちょっと様子見ながらですね。ちょっとこう中の色もこの感じちょっと濃くなってるというか、これとかはまだ綺麗なんですよね。だから冷蔵庫に入れるのがちょっと遅くなったやつと、冷蔵庫にいいタイミングで入ってくれてたやつみたいな、色が違う、これしっかりまだ菌が回ってくれてるんで、うん、まあでもこっちは中はまだ、まあそうやね、1本目のこっちの方がね、やっぱ黒ずんでたんだ。こうなると急激に劣化したりするイメージ、印象ですね、僕は。だからまあ早めに使えるのがベストなんですけど、うん、あの僕と一緒にポケモンよく見たじゃないですか、この今年は。かなりね。どの話が一印象に残ってます。印象に残ってるかい、やっぱり子供の時見たバイバイバタフリーかな。いや俺関係なかったかい、今年の。いやまあそうやな、どの回やろ。あでもバイバイバタフリーで言うとなんかっぽいのがあったって言ってたよね。はい、そうっぽいのがあったんですよ、うん、バタフリって季節でこうちょっと横断していくんですけど、はいはい、その渡り鳥みたいな感じで感覚で言うと、うん、そのサトシたちがちょうど旅してる場所にちょうどバタフリーの、まあ言ったら恋愛スポットじゃないけど、うん、パートナーを見つけて旅立つみたいな場所とかあったりとか、はいはいはい、そういう場所が あればむしろそこ発生地で、トランセルがバタフリーに進化してこう渡ってきたバタフリーとちょうど合流して渡っていくみたいな場所みたいなのがあったりするんですけど、はいはい、僕が見たのはあれはブラックホワイトかな、あベストウィッシュ、ベストウィッシュ、はいはい、でそのちょうど発生地、うん、バタフリー進化して旅立つ、はい、合流して旅立つ場所みたいなのがあって、うん、サトシがキャタピー見つけて、その進化遅れちゃってるキャタピーみたいな、みんなもうトランセルバタフリーになって、あとは仲間たちが来るの待ちだったんですけど、はいはいはい、キャタピーが行ったんですけど、そこで昔の話、結構その後半の方昔の話してくれたんですよ。へえー、その昔のバタフリーの、はい、おいや俺もバタフリーパートナーにいたんだよみたいな話とかして、あいつも元気してるかなみたいな、ねえサトシのあのバタフリーは旅立ちましたからね、はい、そうだから、あれこれもしかしてみたいな、渡ってくるんじゃないかみたいな思ってたら、普通にキャタピーを急いで特訓して急いで進化させて、その仲間たちの元に届けるだけで終わった。なんでな、めっちゃショックでしょ。絶対そこにバタフリーいて、おーいってなる。そう、そうなんですよ。しかもパートナーも特徴的なあのピンクのね、うん、子がパートナーでバタフリー旅立ったんで、はいはいはい、わかりやすいし、そうマフラーみたいなのもしてたし、うんうんうん、そうだから絶対来るじゃんと思ってた。なんかよそのキャタフィー一生懸命トレーニングして、サトシ軽くるから、やっぱバケモンですよ。あ、俺それで言えばあのスカイバトルサトシ、はいはい、あれもベストウィッシュ、いや、あれは XY か、 XY かな、はいはい、なんかあのな、何なんていうの、モモンガみたいな格好をして、はいはい、ここにね、そう、なんかマントみたいな状態にして、はい、もう谷底みたいなところで、
浮かんで戦う。10歳ですよ。それの特訓を、ほんまに1、2分して、はい、すぐもう崖のとこバーン飛び出してたよ。いやすごいですね。サトシやっぱ行かれてるなと思って。行かれてますよ。いや、その行かれてる量で言ったら、もうそんな、それってまだその飛ぶ能力あるじゃないですか。飛ぶ能力あると言ったら、その一応ね。めっちゃ怖いな。いや、だからもうその、だ僕はずっとそのサトシ見てきてるんで、うん、まああれぐらい普通というか。ああ、もうそうなん。サトシ、その、自分のポケモンがマグマに落ちそうになったシーンあるんですけど、うん、普通に飛び込んでいったんで。いい、はい、もう自分も溶けていいっていうぐらい。でもサトシってすごいよ。すごいですよ。崖とか、まあそのタワーとかね、平気で登るし、はい、てか普通に技があんま攻撃食らわんしな。食らわない。単純に一回、どれだ、ちょっともう曖昧なんですけど、はい、多分ベストウィッシュなんですけど、うん、デンと、まあ一緒に旅してるトレーナー、うん、仲間ね、まあ、仲間とちょっと特訓しようぜって言ったんですけど、うん、なんか料理、その昼ご飯作ってるからちょっと今無理だよみたいな、うん、じゃあどうしようみたいな感じになった時に、料理作ってるトレーナーが、うん、仲間がその、じゃあもうちょっとサトシとピカチュウで戦っとけばいいじゃんみたいなっていうジョークみたいな、ね、そう言ったら、うわそれがあったな、ピカチュウ電気ショック打てうわーやるなみたいなシーンがあってサトシが戦えばいいやん。サトシも戦えるっていうのがそこで知ったんですけど、サトシもすごい、ね、やっぱすごいですね。あーはなりたくないけどな戦うことしか、はい、あのそれで言えばさ、おーおー、あの、はい、XY で最後、はい、別れのシーンで、はい、あの子何やったっけ、セレナ、セレナ、やばかったです、ね、セレナがね、あの空港でセレナが先に別の大陸旅立つ、はい、でエスカレーターを降りていくんですよ、はいはい、でも途中でセレナが最後に一つみたいな感じで、はい、そのエスカレーター逆走してきてサトシにチューすんねん。いやあれやばかったですね。そうセレナはもともとね、ちょっとサトシと小さい頃出会ってて好きな気持ちがあったんですけど、でもうわサトシどんな表情すんやろなと思ったら、へへーみたいな顔して、照れとかもないのかなかったっすね。だからあいつマジで慣れとる。いやなんか合ってますね。あるで、あんな感じ見せときながら。だって他の2人後ろで、はい、そのパ他のね、そう多分ユリイカとシトロンっているんですけど、シトロンはね、うん、もう目顔真っ赤にして、うん、そうだから、あキスしたんだってなるんですけど、そうそのキスの描写は重なって見えないんですけど、うん、シトロンでわかるみたいなね。いやそうそうそう、いやそれがサトシ、まあ、ちょっと慌てたりとか、はい、なんか照れたりとか赤くなったりとか、はい、そうですね、全くなくみたいなあれびっくりしてさ、だから悪魔のキスとか天使のキスだと思ったんですね。そうやな、技お前もやるんじゃん、お前もルージュラと同じ技使えるんだみたいなぐらいの感じからな、感じなのか、もうそういうの慣れてるのか、慣れてんのか、はい、まあ、いろんな旅してるからドキドキしたわ俺。いややばかったっすよセレナ、可愛かったね、可愛かったですね、ずっと、まあ、好きな気持ちを周りはもうにはバレるぐらい、もう伝わるぐらいの感じの行動してたんでしょうけど、うん、そのストーリー上はね、サトシの邪魔しない一歩後ろから見守りながらついていく感じとか、うん、いやたまんなかったですねセレナ。これポケモン考察チャンネルだよ。いや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 、それで言ったらの熱量すごかったんで平岡さんの。いや確かに。あることしか。はい、あのそれで言えばさ、おーおー思い出してね、はい、一緒に見ててあれだけは。あいやそうですね。ずっとサトシなんやろな。いやすごかったです。はい、サトシの話はもうちょっと尽きないんですけど、尽きないですね、はい、ぜひ皆さん の, 、はい、あのポケモンこの回良かったっていう、あ確かにコメントもください。もうほとんどもう見てますからね、はい、ミノクはもうそうですね、うん、そうだからむしろ忘れてる回とかあったら、いずれ全部見終わったら見直そうと思ってる、はい、なるほどね、はい、ぜひお待ちしてます、お待ちしております。ということでそんな話をしてたら、はい、皆さん結構潜り終えてくれましたね、この子以外は。う、ね、もうみんな見えへんもんな、うん、はい、みんな旅立って行ったんですね。いや本当に、うん、パートナーをいずれまた見つけてね。そうですね、うん、新しいまた旅をしてほしいですね。いやそうよ、うん、いやだから合計8匹、はい、はい、入れ終わりまして、はい、はい、まあ随分前に入れ終わってはいたんですけど、入れ終わってたな、はい、手止めて話したサトシのすいません、やっぱちょっとねサトシは夢中になりますね、その常人じゃないっていうのはやっぱ、そうやな、ワクワクさせてくれるっていうのは、まああいつはベース、うん、ずっと変わらないんでね、変わらないですね、うん、戦いたい、うん、強くなりたい、バトルしたい、はい、それやもんな、ね、だからセレナたちとお別れの前日、うん、にセレナと二人っきりの時間あったね、はい、セレナがちょっとね、はい、寂しそうな顔とか、うん、そういうのちょっとサトシも気づいてて、うん、サトシがセレナに対して、うん、ちょっとセレナって言って、うん、あなんか心配
した、まあ、声かけてくれてる優しい言葉かけんのかなと思って、うん、バトルしようぜ。いやそうやね、そうあそこででもまあ、うん、バトルを通してそう、サトシにはねそういう表現がまあベストだという。そうやね、頑張れ悩むなっていうのをちゃんとバトル中に伝えてたし、ね、そう、あれ良かったですね。あれは良かった、サトシなりの、ほんとうん、まあ、好きになる、チューしちゃうわ。いや、あれはしますね、うん、でもセレナもびっくりしたと思うけどな、あんなリアクションされると思う。サトシマジでそういうのね、鈍感なのかなんかね、分かんないけど、分からんけどな、計算なのか。まあ、あれはすごいね、ぜひあの表情見てほしい。いや、ぜひ見てください。 XY のほんと最後の最後ですね、ラスト3話ぐらいかな。そうですね、ラスト3話目ですね。そうだね、最後から3話目、で、ラスト2話目が XYZ のまあ伝説にまつわるお話みたいな、まあ、特別編みたいな、ね、はい、そのまあサトシたちも登場せずに、うん、XYZ のまあ伝説の文献をまあ、うん、なぞるみたいなストーリー、はい、で最後がシトロン、はいはい、シトロンとあのデント、うん、ベストウィッシュの時のパートナー、はい、2人が出会う回らしいね。そう、なんかちょっとマストになってたんですよね。ベストウィッシュの時はデントとタケシ、うん、はいはいはい、で今回はシトロンとデント。なるほど、ね、まあ、今回というか XY はあれもいいですね。お互いがサトシと旅してるのをお互い知らないまま、うんうん、実は旅してた2人みたいなが出会うっていう、はい、僕らしか気づけない2人はもう分かんないままみたいなのが、あれいいんでぜひ見てください。いや、ポケモン考察チャンネルかよ。シーズン2終わり際に道中道中採用中にとか分かんない、はい、手止めて駆け込み。まあでもプニちゃんみたいなとこあるんでね、幼虫が分からないですから、はい、プニちゃんって言っても、はい、ジガルテって言うんですけど、はい、そのジガルテもすごくていやもういいよということで終了しました。はい、まあ、とりあえず8匹取れたアンドから、うん、やっぱポケモンの話もたくさんしちゃったんですけど、いや良かったね、はい、いや、よかったです、まあ、あとは、まあ、8匹いればオスメス分かれてくれるかなと思うので、はい、あとはここに今ラベル名前と、はい、産地と、まあ、類代表記とか、うん、はいはいはい、ここら辺記入して、まあ、何ヶ月後かに、まあ多分これは動画外になるんでしょうけど、禁止瓶交換して、うん、多分ウカ掘り出しって感じになるんで、この子たちが成長になるのは来年の夏前ぐらいかなっていう感じになるんで、うん、ぜひ、はい、引き続き見守ってもらえたら嬉しいです。お願いします。はい、そんな感じだったんですけど、どうでした？いや、よかったね。いや、よかったです。いや、取れて。取れてよかったですね。もう本当安心はしましたね。安心しましたね。1本目、うん、だから、1本目、まあ比較みたいな感じで先に、うん、遅れた方、はいはいはい、ボロボロじゃない方を、やった時はどうなるかと思いましたけど、うん、だいぶ怖かった、はい、うん、この前の撮影がああいう感じだっただけに、まあ、よくなかったからね、はい、ちょっと安堵が強かったです。いや、よかった、ほっとしました。あとああいうなんかやっぱ全然生き物がいるいないで生態系というかあれが変わるんだなっていう、ね、はい、そうですね、雰囲気がこんなにも変わるというか、うん、木が崩れてるだけじゃないですからね。そうだな、ちょっと土っぽくなってきてたりとか、うん、ああいうなんか、うん、そう、自然学びましたね。ああ、いや、感じれてよかったです。はい、よかったです、はい、なのでぜひぜひタランスとかレギウスとかそっち系、はい、もう、まあ、ちょっと飼育しづらいみたいな風潮はあるんですけど、うんうんうん、まあ、取れなくはないんで全然、はい、その産卵用のセットとか準備できれば、うん、はい、なのでぜひぜひもうかっこいいと思ってる方いたら、はい、チャレンジしてみてください。お願いします、はい、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。